東村は、かつて、茨城県新張郡に存在した村。現在の土浦市の南部である。新張郡の南端に位し、稲敷郡及び、筑波郡に接する。わずかに霞ヶ浦に面する。山林あり高地も多いが、おおむね平坦。長国及び岩田には、高地があるが、花室側を考えとする水田が広がり、肥沃である。大技を都度に、 東西約一キロの大津と沼がある。文政年間に中村から西根と追悼を分立。また岩田村から小岩田を分立し母体を大岩田に。さらに、右もみ村の南部を開いて、丸山神殿と称す。大部分は土浦半領である。明治維新後は土浦県。明治5年に新井張県。明治8年には茨城県の諸葛に。明治年。 東村軍友会が発足。明治43年には、帝国在京軍人会、東村文会と解消する。大正13年現在、人口3936、個数685、商名、壺及び障子を記す。長国は古くは、長国とも称した。大技中、現在の土浦市中、市立東小学校の脇にある。現況は、 国道354号。初代村長、飯田太一郎。村会の定数は12。土浦警察署、東村駐在所、巡査一。役場式地内にて、警察権を執行する。東村消防組は8部制。人員420名。農業が主力であり、米麦を生産し、養蚕が継ぐ。他に、素材、茶、栗、豆。 落花生など、東村農会において農業改良、指導を行い農家の福利増進を図る。金融に関しては、右もみ及び大岩殿に信用組あり、組合員に農業資金を供給する。ありがとうございます。